ちは、ケンです。今日はしまなみ海道の新前日ということで、この尾道 U2 のサイクルホテルで、水なし洗車したいと思います。でここに来る前に東京の荒川サイクリングロードで130キロ走ってきまして、ちょっとまだ綺麗な方なんですけど、汚れがついてるので、今回先ほどこの尾道 U2 のジャイアントストアで買ってきたホーミングマルチクリーナーと、家から持ってきた、マイクロファイバータオルを使って、ちょっとクイックメンテをしていこうかなと思います。それではやっていこう。ここはホテルの客室から出てすぐある、フロアなんですけど、ここにはですね、サイクルラックがあったりですね、いろんなサイクルラックあるんですよ。こういうサドルを引っ掛けるタイプとか、これ後輪を立てかけるタイプ、こういったものよくあるやつ、今使ってるやつとはまた違うスタンドがあって、ロードバイクでも、マウンテンバイクでも、どんなのでも、どんなバイクでも、ちゃんとメーター付きの空気も貸し出ししてます。これですね、こういったレンチとか工具とかドライブ、ペンチとかドライブとかドライバーとか、これホテルで借りました。借りれますんで、だから何も持ってこなくても結構できますね。はい、このワコーズのホーミングマルチクリーナーなんですけど、ワックス成分とかが一切入ってないんで、ふわーってかけて使うことができます。だからチェーンにもかけれるし、ブレーキ面にもかけれるし、どこでも使えるんで、すごい重宝してます。最初によく振る、そうっす、よく振らんと泡が出る。しかもコンクリートなんで、すごいいいですよね。うちの自転車部屋と一緒で、すごい泡立つね。これで今汚れ浮かしてます。でも今回は別にそんな汚れてるわけじゃないんで、ささっとこうやって拭けばもうすごい木ですね。でこれあれ本当だ、綺麗、本当に綺麗になりますよ。で注意なんですけど、これ今回そんな汚れてないんでこのまま拭けてるんですけど、本来砂ぼこりとか汚れがある場合は先に拭き取ってから、拭き取ってるというか洗い流したりとかしてからホーミングマルチクリーナー使った方がいいです。じゃないと砂ぼこりとか巻き込んでフレームが傷ついちゃって、こういったサドルにもこうやって、あとバーティーこうやってやっとけば全部いけるね。だいぶ綺麗な。ちょっと置いとくといいかな。置いといてみよう。でもあんまり人に下に垂らしたくないんで。ああ、そうね。すぐ拭き取るようにしてます。今は。ここ自分家だったらね、ボタボタ。とはいえホテルの人もここ使っていいよって言ってくださって、すごいいいホテルっすよ。さすがサイクリストの聖地って言われて有名なホテルみたいな。今日こんな感じでちょっと拭くだけなんですけどね、拭くだけの動画で反対側も、すごい本当綺麗になってる。フレームとかがね、
まあちょっと下に落ちない道にやっちゃいますわ。ほらこれクォーターは黒とか目立つから、明日撮影なんでね常に綺麗にしてもらってね。そうですね、こういったなくてもよし、クランクとかもちょっと、まああの見えるとこだ、今回は見えるとこだけやります。チェーンはやらないです。こうやって撮影、まあ、よくインスタとかで右側、こっち側が表って言われてるかな、このチェーンついてる側をさあやっとけば、こういうふうにブレーキを、まあ、でもこれした後はちょっと可動部だけオイルさした方がいいと思うんですけどね、うん、まあ、今表面だけ綺麗にしたいんで、今日は目的としてはささっと内回りを、こうやってして、油面にも使えます。油とか油分とか入ってないので、すげえ綺麗になりますよ。で、行きますか。十分よね、本当。
面で頑張りました。今日は尾道 U2 のサイクルホテルからお送りしました。